ベン・ゾブリスト、ベンジャミン・トーマス・ゾブリスト、ベンジャミン・トーマス・ゾーブリスト、1981年5月26日隊は、アメリカ合衆国入りのイ州出身のプロ野球選手、ユーティリティープレイヤー、宇藤良田、MLB シカゴ・カブスに所属、ニックネームはザーラ、ゾリラ、の、MLB ドラフト6順目、全体184位で、ヒューストン・アストロズから指名され、 6月16日に契約。この年は参加の A マイナス級でプロデビューし、68試合に出場して打率、339.4本類が45打点15盗塁だった。和英級歴新ントンレジェンズで開幕を迎え、68試合に出場、打率304.2本類が32打点16 投類と好成績を残し、6月に A 級セーラムアバランチへ昇格。A 級セーラムでも好調をキープし、42試合の出場で、打率、333.3本塁が、13打点、に投類だった。ア a 級コーパスクリスティフックスで83試合に出場し、打率、327.3本塁が、30打点、9投類だった。 2006年7月12日に、オーブリー・ハフトのトレードで、ミッチタルボットと共にタンパベイデビル・レイズへ移籍した。7月31日にデビル・レイズとメジャー契約を結び、8月1日のデトロイト・タイガース戦で、メジャーデビュー。9番、遊撃として、先発起用され、4打数無安打1三振だった。昇格後は、生遊劇のフリオルゴが、 ロサンゼルスドジャースへ移籍したともあり、遊撃のポジションを獲得。52試合に出場し、打率。224.2本塁が、18打点、に盗塁だった。は、声優劇手として、開幕を迎えたものの、19試合の出場で打率。159と振るわず、5月11日に、トリプル A 級ダーラムブルズへ降格。7月29日に、 内野手のタイウィギントンがトレードでアストロズへ移籍したため代役としてメジャーへ昇格。昇格後も打率は1割台だったが先発に固定され12試合に出場。しかし8月18日のクリーブランドインディアンス戦で右脇腹を痛め試合途中で交代し8月19日に15日間の故障者リスト入りした月日に日間の故障者リストへ移動し そのままシーズンを終えた。この年は31試合の出場にとどまり、打率、155.1本塁打、9打点、2投塁だった。は、序盤に、マイナー落ちも経験したが、次第に、メインの遊撃以外にも2塁や3塁、外野も守れる万能ぶりを発揮し、主力選手の故障の穴を埋める活躍。打撃面でもメジャーで、初の2桁本塁打となる12本をマークするなど、 超打力が開眼して、自己最高の成績を残した。5月に左膝を負傷した、岩村明則の代わって二類種のレギュラーに定着。自己最多となる152試合に出場し、打率297、本類打27、打点91、盗塁17、アップス948の成績を残すなど、オールスターに選出されるほど急成長した。 3月3日にレイズと1年契約に合意、開幕後の4月23日にレイズと総額1800万ドルの3年契約、2014年700万ドル、2015年750万ドルの9段オプション付きを結んだ。この年は前年と比較すると、全体的に数字が低下したシーズンとなった。打率は297から238に低下し、 本類がも、約3分の1となる10本にとどまった。しかし、支球は2009年に記録した91を一つだけ、更新し、自己記録を92とするなど、安定した、選球眼は引き続き発揮した。一方、守備、走塁面では、前年よりも大幅な向上が見られた。前年比プラス7となる24盗塁を決めた一方、 投塁士は2009年の半分となる3つに抑え、成功率90%をマークした。また、守備面では遊撃を除く、内野全ポジションと、外野全てで守備につき、トータルの失策数を7から4に減らした。は2009年ほどではなかったが、打撃において、好成績を残した。本塁打は2年ぶりに20本に到達し、自己最多体の46二塁打。 91打点を記録した。この年は二塁手で138試合、右翼手で38試合、指名打者で3試合に出場した。は、リーグ2位の97支球を選び、2年連続で20、本塁打を放った。3年ぶりに遊撃を守り、後半戦を中心に47試合で遊撃守備についた。開幕前の2月27日に、 第3回ワールドベースボールクラシックのアメリカ合衆国代表に選出された。シーズンでは前年オフに遊劇手のユネル、エスコバーが加入したため、開幕後は二塁と右翼を兼任していたが、同じ二塁を守っていたライアンロバーツの不調もあり、6月からは二塁に固定された。前半戦91試合で打率。260.6本塁打、48打点。 6投塁を記録し、4年ぶり2回目となるオールスターに選出された。この年は157試合に出場し、打率275.12本塁が71打点11投塁だった。オフの11月2日に、レイズが700万ドルの球団オプションを行使した。は、開幕から正二類種として起用されていたが、5月14日の シカゴホワイトソックス戦で二塁へ投塁した際、ヘッドスライディングで左手や指を地面に引っ掛け、負傷し、5月15日に15日間の故障者リスト入りした。5月30日に復帰。6月下旬からは、エスコバーが故障で離脱したため遊撃に復帰。7月中旬にエスコバーが復帰したが、右翼手であるウィルマイヤーズや左翼手のジェリー・サンズとデビッド・デヘスースが、 故障で離脱したため、二塁と外イを転任することとなった。この年は146試合に出場し、打率272.10本塁が52打点10盗塁だった。オフの10月31日に、レイズが750万ドルの球団オプションを行使した。また11月7日に、日米野球2014の MLB 選抜に選出された。1月10日に、 ジョン・ジェイソ、ダニエル・ロバートソン、ブーグ・パウエルとのトレードで、ユネル、エスコバーと共にオークランド・アスレチックスへ移籍した。アスレチックスでは67試合に出場し、打率268.6本塁が33打点1盗塁という成績を残した。2015年7月28日に、アーロン・ブルックス、ショーン・マネーヤとのトレードで、カンザスシティ・ロイヤルズへ移籍した。 ロイヤルズ加入後はやや調子を上げ、59試合の出場で打率、284.7本類が23打点という成績を残した。2チーム系では126試合に出場して、規定打席に到達し、打率、276.13本類が56打点という成績を記録。本類らは8年連続で2桁以上となったが、盗塁は3に終わり。 連続に消た記録は6年で途切れた。またセカンドの守備は自己ワーストの DRS7、次に守る機会の多かったレフトでも同じくワースト DRS5 と守備力に陰りが見られた。同年11月2日に FA となった。2015年12月8日、シカゴカブスと4年総額後600万ドルの契約を結んだ。も開幕から安定した成績を残した。 オールスターファン投票では好調のチームの人気もあって、前半選手打者のダニエル・マーフィーをかわして3回目の選出となった。シーズン後半は4番に定着し、最終的に147試合に出場して打率。272.18本塁が76打点、アップス831を記録。96支球に対して82三振に止めるなど、卓越した。 選球眼は今季も健在だった。108年ぶりの優勝となったワールドシリーズでは最終戦の決勝タイムリーを放ったこともあり、シリーズ MVP となった。は、開幕から調子が上がらず、特に6月は怪我の影響をもあって、月間打率が132に沈むなど前半戦は打率219と不振に陥った。後半戦はやや調子を戻したものの、 トータルでは、打率、出塁率、超打率は、レギュラー定着後ワーストの成績だった。特に、もともと得意としている、対左投手の対戦成績が打率、179と苦しんだ。打撃では2塁打が多く、20本塁打程度を期待できる、中距離型のスイッチヒッター。100球眼が良く、出塁率が高い。足も平均以上で、中軸を打ちながら、 年間20前後の盗塁が見込める。守備は保守を除く全ポジションを守ることができる。特に二類と右翼の守備指標は優れている。唯一、遊撃は2008年までは守備指標が大きくマイナスだったが2009年からは平均レベルに改善したことで保守を除く全ポジションで平均レベルがそれ以上の守備力を持つ万能選手になった。 総攻守すべてにおいてレベルが高い選手であり、空にかけての4年間の総合指標王は、ベースボールレファレンス版では26.6で、全野手中トップ、ファングラフスベースボール版では25.1で、ミゲル・カブレラ、アルバート・プホルズに次ぐ3位だった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。